うん、OK。 はい、今、近江八幡にいますね。今、駅のところですね。で、ここに切符売り場あって、コンビニがあって、いろいろ店舗があって、こっちの奥に行くと、あの、イオンシリアの近江八幡店に行きますね。行きますね。ほんで、奥にもケーズ電機が、いろいろとね。ほんで、こっち側の先には出入り口、マクドナルドとか、うん、いろんな施設があるんで、外にあるんですね。ほんで、あっち側にはファミリーマートとかあるんですよ、いろいろとね。そういうわけで、ね、こういうところなんですね。ね、こういうのがあるんで、ね、そういうところなんですね。で、ここで皆さん切符とか買ったり、定期券の更新代を払ってるんですよ。そう、ね、いろいろと更新代払ってるんですよ。ね、ここら辺が専用の、職員専用の出入り口で、こうやってポスターあってるのはスポンサーってこと、公認し、公的投融資してますってこと、ここの維持費払ってますってことや、ことですよ、そういうことね。一応駅自体は JR 統括なんだけど、場合によっては近江鉄道とはそこの該当する市区町村長共同で管轄し、ダメなんですよ、当時、ね、こういう施設もあるんですよ、エレベーターとか、ね、場合によってはね、こうな、ね、いろんなこういうのはあるんですよ、施設があって、まあ、意外と自然と調和した場所でしょ、これがいいんですよ、逆に、あんまり密集するといろんな事態で、ね、対応できないから、ああいう道でも同じですよ、結構、うん、正確に作ってるから、ああいう道が逆に意外と、うん、倒れやすいって言うんやけど、阪神・淡路大震災とか 3.11 の、まあ東日本大震災の時でも同じですよ、同じ、でも大丈夫やと思うわ、大丈夫やと思うんですね、設計上意外と、うん、老朽化してるんやけど、実際のところは単純にできてるんですよ、まあいいんやけど、そういうことですよ、現実は。こういうことですね。では、以上です。